親子3人でフェンシングに取り組んでいる家族がいます。偉大な母の姿を追って練習に励む2人の姉妹をご紹介します。グッドラックストーリー。千葉さん親子は一関市でも名が知れたフェンシング一家です。母のむつ子さんはインターハイや国体で優勝経験のあるかつての名プレイヤー。長女のあかねさんは昨年のインターハイ東北王者。次女のほなみさんも全国小学生大会で準優勝を飾りました。練習は週2回スポーツ少年団で行いますが、大会が近づくと自宅近くの体育館でむつ子さん自らが指導します。フェンシングというスポーツを通してですけれども、礼儀作法のあるスポーツなので、そういったところを身につけて学んでもらえればと思って始めました。あかねさんは和歌山国体で団体3位の成績を収め、岩手国体では許可の最終ランナーも務めました。どんなところが魅力の競技だなと思いますか？やはり相手との駆け引きが面白いところだと思います。こうわざと相手を誘って、そこに乗ってきた相手をこうどう返すかとか、なんか相手の考えをどう読んでいくかっていうのも面白い一つだと思います。ほなみさんは今年3月に予定されているドイツ大会の日本代表メンバーに選ばれました。すごい緊張するけど、やっぱり初めて海外で戦うっていうのを考えるとやっぱり楽しみもあります。どんな風に成長していってほしいと思いますか？これからもこう自分たちの目標を自分たちで持って、それに進んでもらえたらなって思ってます。大学に入って最初は慣れない部分もあるとは思うんですけど、まず日本で上位に入って、そこから世界でもっと活躍できるように頑張っていきたいと思って、東京オリンピックが3年後っていう中で出れることなら出たいし、オリンピック選手になって金メダルを取ることが目標です。親子3人の夢と挑戦の物語は続きます。世界大会で活躍するぞ、グッドラック。お客様に楽しく快適な時間を過ごしていただけるよう努力し続けます。グッドラックストーリーは行楽グループの提供でお送りしました。次回はこの方のグッドラックストーリーをご紹介します。